はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。今日がですね、2019年の7月の1日ですね。今夜の20時28分です。ビットコインの価格が今119万7000円ぐらいですね。で、XRP リップに関しては 44.2 円、3円っていうところを推移している状況です。で、早いものでですね、まあもう2019年半分が終わってしまったということで、めちゃめちゃ早いなというふうに感じるんですけれどもね。まあこの半年でこのビットコインの価格というものはかなりね、上昇しました。まあ2倍以上、もしかしたら3倍とかね、ぐらいまで、なった時もあったなというふうに思っております。で、今ね、こちら、チャートを映しておりますのはビットコインの4時間足ですね、を映しておるんですけれども、まあここまでね、いい調子でバブルのような感じですね、上昇してきたビットコインですけれども、まあ、この149万円ところをですね、まあ、境に、まあ、下げ目線に転じてきているといった状況ですね。で、まあ、多くの方がですね、まあ、今後どういう風になるのかって、期待されているというところじゃないかなという風に思うんですよね。で、できれば、まあ、150万円まで行ったんだから、このまま上昇してですね、160万円、70万円ってどんどん、バブルのように進んでいってほしいっていうのが、まあ、みんなの、正直な思いだと思いますし、僕もそういう風に思ってるんですけども、なかなかですね、直近のチャートを見ると、上値はなかなかね、重いかなっていう感じがしますよね。で、昨日の動画で、言ったところではですね、まあ大きなね、4時間足レベルで三角持ち合い、まあ、4時間足レベルというか1時間足レベルでもそうですし、日足レベルでもそうなんですけど、まあ、三角持ち合いを今形成している状況ですね。で、昨日の動画ではですね、まあ、僕こういう風な線を引いてたんですよね。で、まあ、近いうちに、下落するだろうと。まあ、上昇しても133万円までいくかどうか微妙だし、まあ、下落する可能性の方が高いよねっていう話をしてたと思います。で、今日ですね、下落したんですけれども、結局まあここの119万円から20万円のラインですよね。まあ、こういったところでレジスタンス、サポートで、ここでもサポートされてるっていうところで、まあ、かなりこの119万、20万っていうラインは意識されていることがね、まあ、わかると思うんですけども、まあ、ちょうどね、そこで下げ止まってきたということでですね、まあ、ここのラインかなり意識されてるなっていうところはまあ感じました。で、三角持ち合いのですね、この下値のね、切り上げライン、ここをちょっと、まあ、強仕様に今ね、変更しましたけども、まあ、こういう風になるとですね、まあ、もう少しね、収束ポイントまでは、まあ、時間があって、まあ、明日、明後日、さらにね、昨日からさらに1日、2日、伸びて、まあ、今日から言うと明日、明後日ぐらいに、まあ、どっちかに大きく動くんじゃないかなというふうな状況ですよね。で、まあ、昨日のおさらいでも、おさらいというか、昨日のでも言った通りなんですけれども、まあ、この後ですね、セオリーというか、本当だったらこう上昇トレンドの中での三角持ち合いっていうのは、まあ上昇していく可能性が高いっていうことは、まあ以前から言っているわけですけれども、まあここのね、チャート形状を見る限りですね、この高値の切り下げラインの角度ですよね、ここがかなり急なんですよね。それに対して、下値の切り上げラインっていうのは、緩やかだというところでですね、かなりこう下に意識されているっていうのはこの三角の形状からしても分かるわけですよね。なので、まあ、こういった場合はですね、で、あとはまあ RSI のこの状況だったりとか、この MACD も見てもそうですけれども、上昇するようなこう気配が感じられないんですよね。なので、まあこういったところから総合的に判断するとですね、まあ直近、明日明後日ぐらいの予想としてはやっぱり下落してくるかなっていう感じですよね。で、下落した場合はですね、まあ、ここの昨日の動画でも言いました、この辺のラインですよね、まあ111万から12万ぐらいのラインで、まあ一旦ここ止まるかな、止まる可能性はありますけれども、まあやっぱりこの107万円というところまで目指してくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、ここはまあ1万ドルラインと言われているところですけどね。はい、まあ一応こういう予想を僕は、していますと。で、まあ可能性としてなくはないんですけれども、当然ね、上がる可能性もあって、一応三角持ち合い、上昇トレンドの中の三角持ち合いなので、で、上がるとすればですね、まあここからまあ、125万円で意識されるかどうか分からないですけど、とりあえず133万ぐらいまではまあ目指してくるんじゃないかなという状況ですよね。で、この133万で、どうなるかというところですね。で、ここを抜けて、抜けるとなるとですね、おそらくもう146万を目指してくると思うんですよ。はい、で、この後はまあちょっとね、また
日が経つと思いますので、ここまで伸びてくるっていうまでにはですね、かなり時間を要すると思いますので、直近でいくと、まあ、この三角持ち合い抜けた後ですね、どっちに向かうかっていうところで、133万円ですね、ここを意識される可能性があると。まあ、直近どうなるかというと、まあ、ここのね、133万円っていうラインですね、上に行くんであればここは意識されるということですね。下に行くんであればもう1万ドルですね、もうここで考えていいと思います。107万円、ここで止まるかどうかっていうところですね。で、もう一つ大事なところがありまして、この青いラインですよね。で、ここはまあ以前のね、僕の動画見てくださってる方ならですね、まあご存知かとは思うんですけれども、まあ、ここのライン何かというとですね、日足レベルのチャンネルですよね。日足レベルでこうチャンネルを形成してですね、これまでこのチャンネル内の動きをずっとしてきたわけですね。この2月とかからから、あ、2月とかですかね、この辺りからこうずっとチャンネル内の動きを、してきたと。で、ここでね、爆上げしましたよね。1万ドルを超えた日ですよね、1万ドルを超えた日にですね、このチャンネルのアウトラインをブレイクしたんですね。で、そこでこう一旦押し目を作りながら上昇を続けたんですよね。なので、まあ、このチャンネルっていうのは完全に超えたなっていう風に、市場はね、見ていたわけです。ここで148万円、9万円ぐらいまでつけましたからね。ところがここからね、下落に転じてきたというところで、今ね、このチャンネルのこのアウトラインまでまた戻ってきたわけですよ。で、4時間足に戻しますけれども、今ここですね、まあここのチャンネルのアウトラインですね、ここでこう、サポートされながら上昇にいったわけですけれども、ここから下落した時にですね、またもう今このチャンネルのアウトラインに戻ってきてるわけですね。で、ある程度こう意識されたような動きも見せているという中で、今後ね、ここから下落してくるとなると、またこのチャンネルの中に戻ってくるわけですよ。この青いラインですね。で、下もこの青いライン、このチャンネルの中に入ってきてしまうんですよね。そうなってくると、またこのチャンネル内での値動きが続いていくということで、またね、これぐらいの爆上げ、もう言ったらバブルみたいな感じですよね。バブルみたいなことがもう一回起こらないと、なかなかこうチャンネルのアウトラインをブレイクするのは難しくなってくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。なので、このチャンネルの中に入ってくるとなるとですね、またチャンネル内の動きというふうになれば、一旦ですね、100万円を切るようなところも、この、チャンネルの下値のラインですね、ここでも、まあ、100万円のライン、100万円を割っているようなラインで、今、下値のラインは推移しておりますので、まあ、100万円、98万円とか、そういったところまでこう視野に入ってくる可能性があるというところで、かなりね、こう上値が重たく、さらに、ね、重たくなってくるっていう、感じもしております。ですので、まあ、できればですね、まあ、ここで持ちこたえてほしい正念場だなという感じですね。今重要な局面だなということは感じていますというところですね。まあ、上値が厳しいということで、上目線でトレードするっていうのはここ2、3日とりあえず控えた方がいいと思います。で、ここ2、3日ですね、この三角持ち合いをどっちに動いてくるかで、上値というか上にブレイクしてきたらですね、まあ、またね、こういった上昇が見込めると思いますので、そこは上昇、ロングにね、トレンドフォローして、ロング目線でかけて、張っていくっていうのがいいと思いますけれども、ここをね、下値ブレイクしてくると結構ね、要注意かなというところで、そこのあたりをですね、ここに3時注目しておいていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあ今日の動画はね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。